これ以上俺から奪うのは。わしは鱗抱き左近次だ。富岡義勇の紹介はお前で間違いないな。あ、はい、かまど炭治郎と言います。妹は禰豆子で。炭治郎、妹が人を食った時お前はどうする？その日俺が挑みに行くとサビトは真剣を持っていて、半年でやっと男の顔になったな。この日この瞬間初めて俺の歯が先にサビトに届いた。命は回帰しない。二度と戻らない。何が楽しい、何が面白い、命は何だと思っているんだ。どうして忘れる。絶対に死ぬ！
どれだけの命を奪おうとも、人の思いだけは誰にも断ち切ることができない。どれほど打ちひしがれようと、人はまた立ち上がって戦うんだ。